1991年1月放送開始の TV アニメ「深山愛ラムネ」より第1弾 TV が公開され、アニメーション映像が初解禁となった。追加キャスト、オープニングテーマアーティスト、劇中音楽スタッフなど新情報も到着している。2021年1月放送開始の TV アニメ「深山愛ラムネ」より第1弾 PV が公開され、アニメーション映像が初解禁となった。追加キャスト、オープニングテーマアーティスト、劇中音楽スタッフなど新情報も到着している。深山愛ラムネは悩みなどを抱えて弱っている人の心に貝が入り込み、身体に変化を及ぼす病気貝山愛に、それを治療する専門医であるラムネと弟子のクロが立ち向かっていくというストーリー。目からマヨネーズが出る、指先が唐辛子になるヘリプ、そんな奇妙な貝山愛を貝山愛とその弟子が次々と解決していく怪獣ファンタジーだ。アニメのメインスタッフとしては、監督を大場英明さん、シリーズ構成脚本を桑由美さん、キャラクターデザインを佐藤涼子さんが務め、アニメーション制作をプラチナビジョンが担当する。 RR TV アニメ深山愛ラムネ、内田雄馬と長塚拓磨のコメントが到着。公式 HP では設定資料も公開。この度第1弾アニメ PV と追加キャスト、オープニングテーマアーティスト、劇中音楽スタッフなどが公開された。深山愛ラムネ第1弾 PV、 追加キャストとして発表されたのはラムネと黒を取り巻く個性豊かなキャラクターたち。カエルや暁の元店主で103歳まで生きた前世の記憶を持つ小学生あやめ、あやめ役を宇田かなさん、ラムネと幼少期からの付き合いでカエルや暁の現店主短期、ニコ役を岡本信彦さんが演じる。キャスト2人からはコメントも到着。出演への意気込みや視聴者へのメッセージが綴られている。なおTV アニメ公式 SNS ではキャスト情報解禁を記念し、上田かなさん、岡本信彦さんのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンも実施中だ。追加キャラクター、あやめ、 CV 上田かな、カエルや暁の元店主でカエルを自作することができる。現在は9歳の小学生だが、103歳まで生きた前世の記憶も持っている。面倒見がいい一方で人を挑発するなど攻撃的な面もある。勝ち目が確定している勝負では多少の危険を犯すことも。短期 CV 岡本信彦あやめの前世の総存でカエルや暁の現店主、とても温厚でいつも笑顔のため近所の子供たちからニコニコマンと呼ばれ大人気。ラムネとは幼少期からの付き合いでお互い兄弟のように思っている。とある体質のために誰よりも周囲を見ることができる。キャストコメント、あやめ役上田かなさん、キャラクターの外見と中身が随分違うのでとても演じがいのある役だと思いました。三つ子の魂100までと言いますが、2週目の場合はどうなるんでしょうね。かっこ笑い、かわいいひ孫と一緒にラムネを見守っていきたいと思います。原文ママ、短期役岡本信彦さん、いつもニコニコしている短期役を演じさせていただきました。温和な雰囲気のキャラクターなので、短期が出るシーンには柔らかさが出せてたらいいなと思います。貝山愛という視点で独特なファンタジー要素の面白さが詰まった作品です。ぜひ放送を楽しみに待っててください。原文ママ、 OP テーマアーティスト内田雄馬さんコメント、貝山愛ラムネの世界には心をキーンとした病気である貝山愛というものが存在します。迷いだったりとか悩みだったりとか、そういった心に溜め込んでいるものをどうやって解放してあげるのか、その中でどんな選択するのかというのがテーマの作品になっています。
音楽が加わることで、作品をより一層楽しんでいただければ嬉しいです。原文まま、原作、貝山イラムネはマガジンポケットにて好評連載中。目からマヨネーズが出る、指先が唐辛子になるヘリプ、そんな奇妙な貝山愛を、貝山愛とその弟子が次々と解決していく、改良ファンタジーだ。今回の楽曲、シェイク、シェイク、シェイク。は、貝山愛を患う登場人物の心の動きを汲み取りながら、明るく解放して導いていくという、そんなラムネの思いに寄り添って制作させていただきました。物語の中では、心に向き合うことで、辛い現実にも向き合わなければならない瞬間もありますが、彼らが現実と向き合って前を向いたら、その時世界は明るく、新しい自分への一歩になるんじゃないかと、そんな風に考えて歌わせていただきました。貝山愛ラムネを見て、そしてこの楽曲を聴いてくれた方が心を震わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。原文まま、劇中音楽、小田哲郎さんコメント、作品の持つユニークな世界観を表現するのにかなり試行錯誤しました。テーマ曲は怪しい中にも少しノスタルジックな雰囲気のある感じに仕上げました。主人公ラムネの明るく能天気なキャラクターや、弟子の名探偵クロのクールで少しナイーブなキャラクターなど、音でイメージを表現していく作業はとても楽しかったです。第1話は無料で読むことができるので、最新ストーリーと合わせてぜひチェックしよう。TV アニメの最新情報は、公式 http://ramune-anime.com と公式 SNS、Twitter、Instagram で随時公開。今後も続々と解禁されるであろう情報に注目だ。作品情報、TV アニメ、貝山愛ラムネ、2021年1月より放送予定。スタッフ、原作、アホトロ、講談社、シニルス KC より観光監督、大場秀明シリーズ構成、脚本、クオ、キャラクターデザイン、佐藤陽子サブキャラクターデザイン、小林俊光音響監督、高桑、一音楽、小田哲郎アニメーション制作、プラチナビジョン制作、貝山愛ラムネ制作委員会。キャスト、ラム。アニメのメインスタッフとしては、監督を大場秀明さん、シリーズ構成、脚本を桑由美さん、キャラクターデザインを佐藤陽子さんが務め、アニメーション制作をプラチナビジョンが担当する。RR。TV アニメ、貝山愛ラムネ、内田雄馬と長塚拓磨のコメントが到着。公式 HP では設定資料も公開。この度、第1弾アニメ PV と追加キャスト、オープニングテーマアーティスト、劇中音楽スタッフなどが公開された。貝山愛ラムネ第1弾 PV。追加キャストとして発表されたのは、ラムネと黒を取り巻く個性豊かなキャラクターたち。カエグや、赤月の元店主で103歳まで生きた前世の記憶を持つ小学生あやめ、あやめ役を上田かなさん、ラムネと幼少期からの付き合いで、カエグや、赤月の現店主短期、ニコ役を岡本信彦さんが演じる。キャスト2人からはコメントも到着。出演への意気込みや視聴者へのメッセージが綴られている。なお、TV アニメ公式 SNS ではキャスト情報解禁を記念し、上田かなさん、岡本信彦さんのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンも実施中だ。追加キャラクター、あやめ、CV 上田かな、怪具や、赤月の元店主で、怪具を自作することができる。現在は9歳の小学生だが、103歳まで生きた前世の記憶も持っている。面倒見がいい一方で、人を挑発するなど攻撃的な面もある。勝ち目が確定している勝負では、多少の危険を犯すことも。短期、CV 岡本信彦あやめの前世の総存で、怪具や、暁の現店主。
温厚でいつも笑顔のため、近所の子供たちからニコニコマンと呼ばれ大人気。ラムネとは幼少期からの付き合いで、お互い兄弟のように思っている。とある体質のために、誰よりも周囲を見ることができる。キャストコメント、あやめ役。上田かなさんキャラクターの外見と中身が随分違うので、とても演じがいがある役だと思いました。三つ子の魂100までと言いますが、2週目の場合はどうなるんでしょうね。かっこ笑い可愛いひ孫と一緒に、ラムネを見守っていきたいと思います。原文ママ。短期役。岡本信彦さん、いつもニコニコしている短期役を演じさせていただきました。温和な雰囲気のキャラクターなので、短期が出るシーンには柔らかさが出せてたらいいなと思います。タイヤマイという視点で独特なファンタジー要素の面白さが詰まった作品です。ぜひ放送を楽しみに待っててください。原文ママ。OP テーマアーティスト。内田祐馬さんコメント。カイヤマイラムネの世界には、心をキーンとした病気であるカイヤマイというものが存在します。迷いだったりとか、悩みだったりとか、そういった心に溜め込んでいるものをどうやって解放してあげるのか、その中でどんな選択するのか、というのがテーマの作品になっています。今回の楽曲、シェイク、シェイク、シェイク、は、カイヤマイを患う登場人物の心の動きを汲み取りながら、明るく解放して導いていくという、そんなラムネの思いに寄り添って制作させていただきました。物語の中では、心に向き合うことで、辛い現実にも向き合わなければならない瞬間もありますが、彼らが現実と向き合って前を向いたら、その時世界は明るく、新しい自分への一歩になるんじゃないかと、そんな風に考えて歌わせていただきました。カイヤマイラムネを見て、そしてこの楽曲を聴いてくれた方が心を震わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。原文ママ、劇中音楽。織田哲郎さんコメント、作品の持つユニークな世界観を表現するのにかなり試行錯誤しました。テーマ曲は怪しい中にも少しノスタルジックな雰囲気のある感じに仕上げました。主人公ラムネの明るく能天気なキャラクターや、弟子の名探偵クロのクールで少しナイーブなキャラクターなど、音でイメージを表現していく作業はとても楽しかったです。音楽が加わることで、作品をより一層楽しんでいただければ嬉しいです。原文ママ。原作、カイヤマイラムネはマガジンポケットにて好評連載中。第1話は無料で読むことができるので、最新ストーリーと合わせてぜひチェックしよう。TV アニメの最新情報は、公式 http://ramune-anime.com と公式 SNS、Twitter、Instagram で随時公開。今後も続々と解禁されるであろう情報に注目だ。作品情報、TV アニメ、カイヤマイラムネ、2021年1月より放送予定。スタッフ、原作、アホトロ、講談社、シニルス・ケーシーより観光監督、大場秀明シリーズ構成、脚本、クオ、キャラクターデザイン、佐藤陽子サブキャラクターデザイン、小林俊光音響監督、高桑、一音楽、織田哲郎アニメーション制作、プラチナビジョン制作、カイヤマイラムネ制作委員会。キャスト、ラム。